クジラ、イルカ、ネズミイルカかの約80種の動物を対象とする。ゲール医学とも言う。英語でクジラ学を表すシートロジーは、ギリシア語でホエールを意味する、カッパイイタタウトナレッジを意味するラムダガンマの合成語である。クジラ学を研究するクジラ学者は、クジラ目の進化、分布、形態、行動、社会の構造を明らかにすることを目的としている。 芸類の観察は古代から行われていたことが記録されている。古代ギリシアの漁師は捕らえたイルカの背びれに人工的な切れ目を入れて何年も経った後でも見分けられるようにした。およそ2300年前、アリストテレスは英ゲ界で漁師が取ってきたクジラを注意深く観察した。著書イストリアア・ニマーリウムの中ではヒゲクジラアモ目とハクジラアモ目について記述し、 今日でも使われている分類体系を作った。またマッコウクジラ族とマイルカ族についても少なくとも25年から30年の寿命を持つと述べている。今日でも進化した海生哺乳類の寿命を評価することは難しいことからアリストテレスの業績は当時としては際立っていたと言える。アリストテレスの死後、 彼が得たクジラに関する多くの知見は失われたが、その一部はルネッサンス期に再発見された。中世のクジラに関する文献の多くは13世紀中盤頃にスカンディナビアやアイスランドから出ている。その中でも最も有名な文献の一つはスペクルリゲールである。この文献ではアイスランド島の周辺に生息する多くの種について記している。 またこれには、犬のような歯を持った、オークという種についても記されている。野生の犬が、陸生動物を襲うように、これらの主は、他のクジラを襲ったと記されており、シャチを刺すものだった。さらにこの本では、オークが狩りをするテクニックについても図解されている。スペクルリゲールには、マッコウクジラや一角を含む、別の種についても記されている。長い間、 これらは人間を殺し船を沈没させる恐ろしい怪物だと考えられてきた。そのため、ピッグホエール、ホースホエール、レッドホエールなどという妙な名前で呼ばれることもあった。しかし記載されたすべての生物が恐ろしく描かれていたわけではなく、ある種については好意的に見られていた。例えばニシンの大群を騎士に向かって追うクジラは、漁師からありがたがられていた。 初期のクジラ学に関する研究の多くは、死体や神話に基づいて行われていた。そのため解剖学については、大きさや大まかな外見についてしか分かっていなかった。クジラは、一生の大半を海中で過ごす、クジラ類について、当時の科学者にはそれ以上研究を行う術がなく、1500年代になってやっとクジラが、魚ではなく、獣の仲間であることが明らかとなった。 アリストテレスは、陸の獣や人間に近い特徴が、クジラ類には多いことを重視していたが、ダイプリニウスは魚であると考えており、多くの科学者は、こちらの意見を支持していた。アリストテレスの主張が受け入れられるのは、16世紀に、ピエール・ベロンラが現れるまで待たねばならなかった。彼らは、クジラは、陸の獣と同様に肺と子宮を持っていると主張した。 1758年に、スウェーデンのカール・フォン・リンネが、自然の体系の中で、哺乳類という概念を提唱し、哺乳類について論じてから、クジラもその仲間であると一般に認められるようになった。そして、それからわずか数十年後、フランスの動物学者であり、古生物学者であるジョルジュ・キュビエはクジラを、後足のない哺乳類に分類した。 骨格はすでに組み合わされ自然歴史博物館に展示されていたので、動物学者は詳細に観察し、絶滅した動物の化石と比較することができ、結局、クジラは古代の陸生哺乳類の子孫であるという結論に至った。9世紀から20世紀の間、クジラに関する情報の多くは、捕鯨船から寄せられていた。捕鯨船員は、間違いなく、クジラを、 最もよく知っている人たちであるが、情報はせいぜい移動のルートや外見的なことでしかなく、生態やその行動についてはほとんどわかっていなかった。1960年代には1964年の沈黙の春発表により、世界的に環境問題への関心が高まり、1969年のアースレイなどの動きにつながるが、 それに伴いのクジラ類の個体数の減少にも目が行くようになり、また、水族館において、イルカの人気が出てきたことから、クジラ学の研究が活発になった。ただし、日本においてはクジラそのものが、水産資源として捉えられていたため、その研究はもっぱら、資源学や、資源生物学に集約されており、1990年代初頭以降に、進化、形態、行動、 知能といった動物学としての幅広い研究分野が勃興参入されてきたとされる。現在では、クジラ学のコースがある大学は少なく、クジラ学は専攻するのが難しい学問になっている。現代のクジラ学は資金不足で個人的に行われていることが多い。それほどしばしば見られない動物を研究するのは科学者にとって容易ではない。さらに、 動物の適応環境と人間の生きる環境が違えばなおさらである。クジラは人生の1割程度しか海面に出て生活しない。しかも海面に出てくるのは呼吸の時だけである。それ以外に海面で行う行動はほとんどない。海中でクジラが発する信号を捉えるのも非常に難しい。クジラは 追跡可能な足跡も残さないし、食事に関して、重要な手がかりとなる糞を残すこともない。クジラ学の多くの仕事は、座り、待ち、注意を払うことに費やされる。クジラ学者は、クジラの発する声を聞くための水中超音機や、水平線上を見るための双眼鏡等の光学機器、カメラ、ノートなど様々な装置を用いる。 クジラの現存個体数を正確に把握するには、それぞれの個体を簡単に確実に識別する方法を考案する必要がある。それに関して成功した方法の一つが、写真撮影だ。この方法は、近代のクジラ研究法の草分けであるマイク・ビッグによって広められた。1970年代中盤、マイク・ビッグとグレアム・エリスは、 ブリティッシュコロンビア州沿岸でシャチを撮影した。この写真を見て、彼らは背びれの形状とン部の形状で個体を見分けられることを確信した。これらは人間の指紋のように個体固有のものである。個体の識別ができるようになったおかげで、クジラはポッドと呼ばれる決まった群れで移動することが分かった。写真による研究法はザトウクジラの研究でも 成果を上げた。研究者は胸びれと尾びれの色で個体を識別できた。ザト踏クジラがシャチに襲われてできた尾びれの傷跡も識別の役に立った。このように今日では研究者は写真によってそれぞれの個体や群れを識別している。ありがとうございます。